今日は中国と日本の餃子を比べてみようと思います。まず餃子の漢字ですが、中国語の「餃子」という漢字は日本の餃子ほぼ一緒ですね。でも中国で「餃子」というと、水餃子のことです。日本で餃子というと、焼き餃子ですね。じゃあ、日本の餃子は中国にありますかはい、あります。<天>「餃子」と言います。じゃあ、中国の「餃子」。 は日本の餃子と一緒ですか見た目は似てますけど、実は違いは三つあります。一つ目は餃子の中身です。日本はキャベツとひき肉がメインに対して、中国は季節に合わせて人参、セロリ、白菜、レンコン、大根などいろんな野菜が使われています。二つ目はニンニクのことです。日本の餃子はニンニクが入ってますね。中国の水餃子もそうですが、ゴーの中身にはニンニクを入れません。 三つ目は食べる時につけるタレです。日本ではお醤油で食べるのが一般的です。中国ではクロスと、あとは個人の好みによるんですが、潰した生ニンニクや生ニンニクをかじりながら食べる人も多いです。ちなみに私の故郷ではこういうものを使ってニンニクを潰してクロスに入れて食べますよ。